どうも、こんばんは、すっぽんです。かなみロボット2回目の配信を始めたいと思います。このゲームは、ネクラな主人公がいて、まあその人、まあ、この人なんだけど。まあ、ある日、このカナミっていうロボットの彼女が送られてきたんですよ。それで、まあ、いろいろこれからデートをしに行くところです。なんか、今日はあれだな。外の天気があまりよろしくなくて。あれね、これ。こう渡んないといけないから。これ引かれんのかな？お、なんとか無事渡れた。もう俺も車欲しいな。あの、コミック。ここ、上には行けないのか。まあ普通なんか、矢印。ファミ。どう見ても2名でしょ。あるいは、ここで一人はロボットですってカミングアウトするわけにはいかんだろう。でもどうなの？カナミは、なんか、そう。まあ普通はあるだろう。これなんか多分高校生だと思うんだけど。高校なるまでにまだ一度もファミレス来たことがないっていうのはちょっと異常じゃないかな。もう、メニュしかも強いんだよ、彼女は。また公園に来てしまった。あれ。
だって、しょうがないじゃん。何もないのか。なんか前、この辺歩いてたら、不良に絡まれたような気がする。やっぱり。不良に絡まれ、二人で、公園来て、不良に絡まれて、金網を置いて一人逃げ出しちゃったんですよね。でも金網はロボットだから強いんですよ。レベル15もあるから。そういう問題じゃないんだろうと思うんだけど。ん？公園は、とりあえず何もないのか。あと何？コンビニ行くしかない。この人前もいたよ。このゲームなんか、眠るとなんか悪夢を見て、そいつがなんか、まあ悪夢の中に出てくるモンスターが襲いかかって、あれ？戦闘をしなきゃいけなくなるんですよ。今、レベル4か。今日は帰るしかない。もう戻る。てか、もう行く場所なかったんだけど。倉谷っていうのは、この金網を作った人？金網っていうロボットを作った人？張本人？みたいなんですよね。ある意味、命の恩人だね、金見は。金見というか、倉谷というか。学校で嫌なことがあったけど、カナミとデートすることによって、まあちょっとずつ元気を取り戻していけばいいんじゃないですかね。行きたい場所。まだ温泉行ったことないんだよ。いつものごとく、夢魔が出てくる。攻撃するしかないから、全部オートでいいんだよ。まあ、前回も言ったけど、この、
敵キャラのグラフィックは、なんていうかね、自慢じゃないですけど、俺でもなんか、できそうな感じの グラフィックですよね。というか、夢があって、何体、なんていうか、何種類いるんだよな。なんか1から、今11時まで来たね。あ、今日は、あんまり長引かなかった。金網がまた来たのかな？こいつ単位とかどうなってるの？大丈夫なの？とりあえず繁華街行くしかないよね。コンビニ行っても買い物しかできない。今日はここから右上にある場所に行ってみよう。右上っていいかもさ。あ、わかりやすい。もう本屋かな？係員、いいな。もう K イオン？何？係員イオン？何？クドアフターで。でも似たようなものは、かなみさんの部屋で見たことあります。なんで自分のことをさん付けて言ってんだ、この人は。間違ったんじゃないかな、今。確かに、金見の部屋イコール、倉谷の部屋っていうことになると思うんだけど。あ、あれ？なんかいつの間にかゴールド増えてない？あとなんだこれ？これなんか装備できるみたいなんだけど。買っとくか。性プラスならあって、果たしてどの程度なの？あれ？装飾品なのか。これなんか装備しましょう。とりあえず必要なものは買って。どうやらそうみたいな。なんかこの店カウンター多くない？なんか RPG 作るとか言ってるんだけど これって何なの？みんなあれなの？ VX あるし。このゲーム2000なんだけど、もうすでに VX が売られている時に作ったのはね、アクションゲーム作るのもあるし。やっぱ攻撃力とか上がるのがいいよね。やっぱこれかな。あ、でもあれ、自分下がるんだ。なんで自分触るの？あ、でも、あ、攻撃上がるやつあんまないんだよ。じゃあ、いらないか。
こっちはね、こっちはさっきとちょっと違うなってね。なんか微妙だな、これ。微妙も何も、なんでこんなにステータスが下がりまくるんだ。なんか意味があるのかな。なんだこれ。これは、とりあえずいいか。ここは何だろう。18金コーナーなのかな。もう出てちゃっていいのかな。今度は右下の方に行ってみよう。あたかもなんか、プレイヤーに話しかけてるみたいな。右下、なんていうの？こんなもの。あれ、どうなのかな？聞かれると、いきなりゲームオーバーとかあるのかな？別にダメージ受けてるじゃない。すごい。っていうか、ある意味、かわすのがうまいと思うんだけど。別に気にしないで歩いていけばいい。この子っていうか、この人ちょっとちっちゃい。また本屋じゃん。なるほど、そういうこと。一見、なんか、見たことあるような漫画かと思いきや、微妙に違うんで。ドランゴンボールかという。あ、大盛りか、うちか。まあ、いいか。ていうか、みんな無言かよ。確かに、こうやって話しかけてなんか答える人もあんま普通いないよね。現実的な話をすると。逆に見ず知らずの人にこうやって話しかけるってことないよね。この辺はなんかゲームコーナーなのか。AKB のあれかな。こっちはなんか、ゲームっぽいものが売ってて、こっちは音楽系か。こっちってなんかあんのかな？出ちゃう。
ネットカフェは一番右のところにある。一番右？ち？まだある？あ、出ちゃった。お、やばい。あそこか。あれ？ここ前来なかった。なんで矢印出てんだよって。 おう、ここか。あ、ネット喫茶って書いてる。お金は払わないといけないでしょ。狭っ。 まあこんなもんか。 まあそういう部屋もあんのね。これ何なんだろう。仮面ライダーかと思ったら、仮面ライ、イがちっちゃいんだよね、これ。仮面レイダーってものかな。これなんだろう。これよくわかんないんだけど、ちょっと見てみようか。なんか怪しいものかもしれない。なんか、分裂しちゃった。なるほど。これは何？ゲームの中なのかな？なんかいかにもゲームっぽい。れ？ああ、あ？あれ？なんか、自分はレベル1になっちゃった。もう強い。あれ？なんか持ってる？アイテム。一緒だし。ごめん。回復？なんかセーブしておいてもいいかな。あ、これ。もうなんか影が動いてるぞ。もうなんかしかも曲が違う気がする。あれ？え、なにこれ？なんかすごい技覚えてない？さすが、現実とゲームの中では違うってことなのかな？マキの大活躍じゃん。回復した方がいいかな。あれ？どうしようかな。意外と消費 MP が多いから、もうちょっと踏ん張れか。
てか、普通に攻撃した方が良くないかな。リーズ。なんだリーズって。ステータスは、どのステータスだよって思うね。あ、そろそろ回復しないとやばいかな。これアイテムなんかあるのかな。あ、でも回復アイテムがないよ。あれ、あ、やられちゃった。え、これ復活できんのかな。あ、やばい、どうしよう。あ、戻ればいいのか。あ、敵復活してる。ここで回復。おお、よかったよかった、見ちゃった。これ何なの。あ、これか。というか、高えな。全然買えないじゃないか。ちょっとレベルアップしていった方がいいのかな。あれ、今なんかアイテム手に入れたいんだけど、なんか装備品だったかな。なんもない。お、宝箱。貴様の鎧。お、結構精神力がすごいわ。電子スマ鎧。防御力高い。さすがゲームの世界だと成長も早いんだね。もう現実の世界でもこのぐらい成長が早ければ、もう不良どもに絡まれることもないだろうに見える。すごい、もうレベル6まで来て。これレベルアップしておけば、後で経験が受け継がれる、現実世界に戻っても経験が受け継がれるってことはないかな。回復すぐ、戻ればすぐ回復できるんですよ。もうどんどん、全体、お、オールヒーリングってすごい。さすが、マキの、オタクが違うね。ゲームの世界の中では。でも、いささかヒットポイントがまだ少ない。あ、好みもレベルアップした。あ、自己紹介、これ今は覚えたやつかな。
ちょっと戻って回復しますか。なんかこの黒は結構長いのかな。なんか新しい敵。お、宝箱が3つもある。装備品はないけど。まあ、見ての通り、このゲーム、まあ、他のゲームとは違って、まあ、現実世界。っていうか、まあ、現代の世界に近い世界が、まあ、舞台となっているゲームなんですよね。普通、まあ、RPG とかっていうと、なんか、まあ、ドラゴンクエストみたいな、なんていうかな、中世のヨーロッパ的な、なんか、雰囲気の、ゲームを、まあ、思い浮かべる人がいると思いますが、まあ、このゲームはちょっと、それとは違っていて、まあ、現実世界に近い、現実っていうか、まあ、今の時代に近いところが、なんか舞台になってて、まあ、こういうのもまあ面白そうかな、ちょっとダウンロードして今やってるところなんですよね。やっぱこういうやつになると、グラフィックの素材が、まあもともとこういう世界のゲームを作られるで、作るための素材っていうのがないので、まあ、作るのが大変だと思うんですよ。まあ、とは言っても、まあ、そういうグラフィックの素材を作ってくれる、まあ、有志の人が、有志っていうか同志の人が、まあ、結構いらっしゃるようなので、まあ、そういうところを利用できるのが、まあ、作るで、ゲーム作る上での、まあ、一つの利点じゃないんじゃないでしょうかね。やっぱ、一人で何でもかんでも作るとすると、まあ、すごい、時間が、かかりますし、やっぱそう、グラフィックもできるし、あと、なんていうか、プログラム的なこともできる。あと、まあ、曲なんでもできるって人、あ、なんかやばい。あ、できないよ。あ、やばいかも。あ、大丈夫。間に合ったかな。まあ、苦手な部分は、他の人の手を借りて作れば、まあ、効率よくゲームができるんじゃないですかね。ちょっとなんか敵が強くなってきた。いや、なんかいっぱいできた。倒せるかな。なんかやばそうか。
ちなみにこれ、全滅したらどうなんだ？ゲームオーバーになっちゃうの？それとも、ちょっと回復しないと気持ちいい。おー。やばい。あ、ここはまだ弱いかな。まあ今プログラム的なとは言ったけど、まあ RPG 作る2000は、VX とか XP みたいに、スクリプトをいじることができないんで、あんまり複雑な凝った、まあ、システムを作るというのはできないんですけど、ね、それでもイベントを駆使すれば、まあ、アクションゲームぐらいの、簡単なアクションゲームなら、まあ、作れるみたいな。お、なんか強そう。ダブルなんとかかんとかって強いけど、マジックパワーの消費が大きいんじゃないかな。12もか。こっちに行くと、もう宝箱。ていうか、あれ？このマップすげえ広くないか。このエリアのマップ。スライムって感じじゃないよな、本的。あ、下に宝箱が。こいつはゲットしたい。エリクサー。ヒットポイントとマジックパワーを完全回復させるっていう、あの有名なアイテム。やっぱり。まあ、一応、で、状態異常も回復してくれるんだね。お、やばい。あ、毒受けちゃった。これ直せんのか。やばい。マジックパワーもうないんだけど。あ、毒ちょっと頑張って戻ろうか。戦ってしまった。これ逃げられないかな。よいしょ。やばい。あ、間違った。戦ってしまった。ああ、なんだよこれ。逃げられないなこれ。やばいよ。
どうしようかな。エリクサー使っちゃうか。ちょっともったいないような気もしたけど。あ、もう一個こっちにも敵いたとか見えなかった。チキシン、あ、また毒受けちゃったか。頑張って戻るしかないな。ちょっと全滅する可能性はな、ちょっと。マキノはしょうがない。危ない、危ない、危ない、危ない。こっちだったっけ？あ、こっちじゃないな。まだ大丈夫。結構お金貯まったけど、どうしよう。装備品欲しいよね。もうちょっとこの付近でレベルアップしてたのよ。ちょっとレベルアップしておこうか。もうすぐ一発で倒した。っていうか、オート しまくってると、どんどんマジック割れちゃう。やばい、そろそろ、そろそろ戻んないと、やばいかな。これなんだろう、一応、オートってあの、なんていうか、ちゃんと、ダメージを多く与えられるやつをちゃんと選んでくれてんの。それがなんかいまいちわかんない。
なんか俺的には、なんかランダムで、スキル選ばれてるような気がしないでもね。まあ、ランダムってことはないけど、一応、ダメージを与えるスキルを、まあ、選んでるんだと思うんだけど、ただダメージを与えるスキルの中でも、まあ、一番効率よくダメージを与えるスキルを選んでいるかどうかって、まあ見てみると、なんかあながちそんな感じもしないかなという感じがするんですよ。結構マジックパワーがすぐ減っちゃうからどうなんだろう。オートしないで攻撃していった方がいいのかな。この辺の敵はもう一発で倒せるから、スキル使わない方がいいの。ていうか、ここのエリアなんか、長くね？なんか全く別のゲームになったような感じがするんだけど。戻ってきちゃったのか。これまさか、この世界に入って、ここにいるボスを倒して、倒せば、このゲームクリアってことはないだろうな。こっち行ってもう行くとこなかったんだっけ？このゲームの、なんか最終目的っていうのが、特にないようなんですよね。まあ、ないっていうか、まだわかんないっていうか。とりあえず、まあ、ネクラな主人公のもとに、まあ、カナミというロボットが、まあ、ある日突然っていうわけではないか。うちは友人のクラタニというやつから、そっちになんか、ロボットが届きますよ、みたいなことはなんか言われてたみたいな感じでしたね。まあ、そのクラタニが送ってきたロボットと、まあ、付き合うことになって、まあ、これから、まあ、どうなっていくのかっていうのは全くさっぱりわかんないですよね。まあ、冒頭の方でもありましたけど、まあ、最初この主人公が、誰だっけ、中里っていう女の子に告白をして、まあ、振られてしまったんですよね。まあ、それもそのはず、まあ、この主人公っていうのは、まあ、すごいなんかネクラな、あ、またさっき音、ここが音使ったみたいな。ネクラな性格なんで、まあ、振られて、まあ、もともと、振られて当然っていう感じだったんですよね。で、まあ、なんていうか、そういう人との付き合い方が、まあ、よくわかんない人なんですよね。この、なんだっけ、あ、マキの。
でもこうやってあの金見と付き合うことによって、まあ、だんだんとなんか人との、まあ、金見はロボットだけど、まあ、人との付き合い方もなんか、わかっていくんじゃないかな、と、勝手に思ってます。ここでスキル使いまくると後が持たないんだよ。あ、しまった。ちょっとぼーっとしてた。ちょっとお金貯まってんのかな。マジックパワーを回復するアイテムを買っておかないとちょっと厳しいのかもしんないね。結構テンポよくレベルアップ、まあ、するんだけど、あんまり強くなってるような気もしないかな。ていうかこれあれなのかな、クリアするまで現実世界には戻れないのか。180円もするんだよ、マジックパワーの回復するエーテルは。と言って別に他にあの使い、まあ、お金の使い道があるわけじゃないから、どう買っていけばいいのかな。ヒットポイントはスキルで回復できるし、あ、そろそろ1時間かな。結構テンポよくレベルアップするけど、敵が強くてなかなか進めないんだよ。敵が強いし、しかも、あとの方になるといっぱい出てくるんで。あと、道も狭いから、まあ、シンボルエンカウントなんで、うまく避けながら行けば、まあ、あの人、マジックパワーとか温存できるんだけど、道が狭いから、避けていくのが大変なんですよね。下はもう全部いったかな。あ、もう。ああ。こいつ確か毒持ってるんだよね。でもなんかこのゲーム逃げられないっぽいから、とかあるしかないんだ。あ、電子スライムだと5ポイントするのか。あ、やばい。あれ大丈夫かな。やばい、倒して。あれねー。オールヒール。毒って結構、あれ？すげえダメージ食らってるこれ。そうでもない。
お、もしあそこは回復ポイントでは。じゃあもう、魔術パワーを温存させるっていうか節約する必要はない。やったね。じゃあここでもうちょっとレベルアップしていきましょうか。もうそばに回復ポイントがあるんで、スキル使えまくれますね。お、なんだ、でっかい影は。なんかボスなのかな。でっかいのに当たっちゃ、当たっちゃった。強いんですね。あ、弱いじゃん。なんだよ。ビビって損しちゃったら。なんか、ちっちゃいのがたくさん出てきたのが、大変なような気がする。この辺の奴らは全部倒しまあ、回復するポイントが近くにあるのはいいんだけど、アイテムを買う場所がないと、お金の使い道がなくなっちゃうんですよね。またでっかい金が。またこいつか。まだね、スキル。あ、でもどうしよう。あれ、なんか今回強くない？なんだこれは。お、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 お。こっち行くとなんかすごいすぐ戻れ、最初のところに戻れる。あ、ちょっと待って、こっちに宝箱あるじゃん。っていうか、このゲームの中ってちょっと、ないかもしれないな。お、あそこの宝箱を取ったらとりあえず、今回は中断しましょう。ちょうど1時間ですし。やりすぎは、まあ、あ、麻痺しちゃった。あれ、このゲームって麻痺、全員麻痺するとき。あ、全滅ではないんだ。あれ、治んない。大丈夫かな。治ってー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 。治んないな。あー、やばいかな。あ！あ！なんと。ここで全滅を食らうとは。あれ？あ、戻っちゃった。なんだ、クリアしたかったな。
倉谷とは、リアル友達なのか。あ、でもリアルとは限らないか。とりあえず、意気消沈しちゃったんで、今日のところはこれで終わりたいと思います。では、ここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次回お会いできたらお会いしましょう。さようなら。セーブしたような。